おごめーん大分の高千親方です。親方スポーツチャンネルということでですね、えー、スポーツ、今回はですね、サッカー、J リーグ、えー、本日ですね、大分取りに叩い,い、サガントスの試合、まあ、まさに九州ダービーが行われました。早速結果ですけれども、えー、1対1の引き分けでした。これがね、まあ本当のですね、九州ダービーというところですね。 前半ですね、は10分に、サガントスのですね、山下選手にーゴールを決められました。そして後半ですが、大分取りに行った36分、長澤俊選手のヘディングゴールで同点。で、この後ですね、すぐにですね、大分が PK を獲得します。結果はーですね、ルーキーの藤本選手、蹴るんですけれども、これがね、サガのね、 その守護神に弾かれて残念ながら勝ち越しにならず、えー、最終的には一対一のドローで終わりました、えー、勝ち点一を分け合う結果でしたね、えー、まあ正直、まあ、いろんな、ね、ご意見ありますけれども私自身はまず一つはもう悔しいと勝ち点二がです、ね、もうちょっと取れるところだったんですけれどもこれが、ね、かなり悔しいですし まあ大分はですね、やっぱりこう、前回もそうなんですけれども、やっぱりこう、PK ですね、これがね、ちょっと決定力が非常に、ね、まずいですね、まあ、攻撃力ですね、のせ流れからだんだんと点は取れるようになったんですけれども、ねで、セットプレーもだいぶ強くなったんですが、PK でねは、取れないというのはかなり、えー、悔しいですしかな、課題と思います。 ここをです、ね、今後の、まあ、大分としては、えー、課題点としてほしいですしまあ前向きな話をすれば、えー、まず、えー、校調4位のですね戸数に、まあ、なんとか勝ち点、ね、取れたこと、まあ、負けなかったことはまあ多め,、まあ、めに見ると言ったら私も失礼ですけれども、まあ、なんとか、ねまあ、ポジティブに考えられることそして後半のですね大分とリニータの攻め方っていうのは非常に大事かなと まあ見事あるなと思いました。あの前半解説の方もおっしゃってましたけど大分の場合まあ、ね、結構パス回しとかでは良くなってるんですけれども、まあ、結局最後シュートで終わらないからもう相手にとっては怖くないですしこうシュートで終わることでですね一、まあ、回例えば、まあ、仮に、ね、ゴール外れてもキーパーに弾かれても、まあ、こうリセットしてですね、次のですね、ポジショニングとかに移れるということなんですが。 まあこれ片野坂監督もですね前半ね終わったあとハーフタイムでその攻撃を最後までやりきるというところですね語っていたそうです。ですので後半は本当のこのシュートの意識が見られてでそのね永澤選手のねゴールも生まれましたのででですねそこら辺の攻める姿勢がね気持ちが入っていたこと。 も良かったですしまあその最後ピキー外したまあ藤本選手もですね、えー、その後何とか取り返そうとしてディフェンスもしますし積極的に取りに行きますのでそこの気持ちは見えたということはまあ前向きです、ねまあ、正直今も降格圏にいますのでちょっとでも勝ち点をね重ねたいということでまあ ま、正直かなり厳しい状況ですしそのピリピリもね、うん、してますし、ね、イライラとかもあるかもしれませんけども、えーまあ、なんとかですねもう巻き返していくしか本当ないからですね、えー、これはまあいろんな評価ありますけれども結局バトル・オブ・九州簡単には勝てないぞということ、まあ、これサガントス側も感じたんではないでしょうか、えー、以上ですね1対1の引き分けでしたというご報告です さあ今回もですねバトルオブ九州ということで私も気合いを入れて現地で応援とは行きませんでした、えー、今回はまあ家でおとなしく、えー、ダゾーンでですね観戦、えー、をしておりましたあのー、まあ行きたかったんですけれどもさすがにまあねあのー、このコロナの状況下で行くのはちょっとしんどかったですね えーまあ、実はですね、1週間ほど前から、このホーム、突然行こうかどうか悩んでました。で、まあ、前日ぐらいまで、このコロナの状況とか見ながら、まあ、慎重に考えようとしました。そして前日、えー、昨日ですけれども、大分県内でのコロナのですね1日での感染者数、なんと102名、これはね、さすがにちょっとまずいと思いました、ちょっと危険な状態と言いますか。 あの、まあ、正直、コロナ禍でもね、結構、私ね、お出かけする私ですら、ちょっとこれはまずいんじゃないのというところでですね。まあ、今回はちょっと踏みとどまってと言いますか、家で見させていただきました。まあ、本当は行きたかったですよね。さがんとす、やっぱライバルですし。あので、そして中島はるさんね、大分のシンガーソングライターですね。最近注目してますね、あのー。 私のの進学塾の後輩らしいんですけれども、えーね、彼女の歌も聴きたかったですしそしてよりりとってなぜか今朝朝5時という早い時間に、まあ、いつも一緒にですねトリニト見ている仲間から、えー、今日どうですかって、ね、お誘い来てうわーって心動かされそうだったんですけれども。 まあちょっと安全に留意して、もちろんあのドームではですドームではですね、いろんな感染症対策などを行っていますが、まあ、ちょっと無理はせず、えー、今回はお家で、えー、見させていただいたという状況でございます。で、ね、またいつか今度ね、アウェイ突然でね、また行けるとき、状況が落ち着けばいいなっていうふうに、えー、願っております。えー、それでは最後に、今後のですね、大分取りに行ったの予定です。えー、まずカップ戦、えー、5月19日水曜日、アウェイで FC 東京戦ですね、えー、グループリーグいよいよ最後を迎えますそして、えー、さらにリーグ戦は、えー、その3日後、えー、5月22日土曜日アウェイ仙台戦ですいやもうねかなりの,この過密日程ですではその翌次ね翌日も続くんですけれどもね、えー、東日本、えー、でまああの東京の方では、えー、ですね無観客試合で確か行われる予定ですけれども 席はないちょっとね、ここでね、立て直してほしいですし、ね、ちょっとまずはその体調管理というところ、えーまあ、心配ですし、頑張ってほしいなと思っております。で、ホームがですね、今度5月26日水曜日に、えー、夜ですね、えー、横浜 F ・マリノス戦ですね、もう大分出身、取りにいた大関歴がある強敵をですね、迎え撃ちます。そして5月30日日日曜日は えー、ホームで福岡、九州ダービー、また行われます。えー、こちらもね、暑くなりそうですね。まあ、26、30あたりは、まあ、ホーム見に行けたらいいなというふうに思ってますが、えー、無理はいたしません。えー、どうかですね、まあ、あの、選手の皆様、まずはですね、コロナとか、怪我にですね、お気をつけください。で、ね、サポーターのまあ皆さんもですね、まあ、私も含めですけれども、何卒ご注意をということでございます。まあね、ほんと苦しい。 ですね、まだまだね上を目指すにはかなり課題もありますし、ね、頑張っていかなければならないんですが、まあ、一致団結ということでクラウドファンディングもね7,000万以上ですね,あね集まってますしそしていろいろまた新しいスポンサー様の動きもねあるようでございますのでねなんとか諦めずに ですね、いろいろ意見や,、ね、やっぱ厳しい状況というのはまあ承知ですけれども、ね、応援してまいりましょう。えー、ということで,です、ね、今回、えー、ご視聴いただきましてありがとうございました、えー、今後もです、ねえーまあ、大分トリニータの話題を中心に、えーまあ、J リーグ、ね、サッカーの話題も、えー、動画ブログでご紹介してまいりますので、えー、引き続きお付き合いよろしくお願いします。あとね、応援をいたしましまょう そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ割とあのサッカーは YouTube でもメインの今柱にもなっておりますし、そして個人的にはチャンネル登録者数が間もなくですね、一つ大台の1000名をですね、えー、超える感じになりそうですので、どうか一押し、ね、それ、それ以後もお付き合いどうかよろしくお願いいたします。それではまた